避け切れる。避け切れる。どうやって。よし、やるか。危なかった。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。やっ、やっ、よけ。やっ、せ。さあ行こうか。やっ、覚悟しろ。任せろ。やっ、せ。やっ、やっ、せ。よ、なかなかやる。避けきれる。避けきれる。パスをくれてやろう。受けよ。クランガイ。避けきれる。よけきれるか。おのれ、おのれ、おのれ、おのれ。人の身の分際でなぜ我の邪魔をする。そもそも、なぜ貴様のトリガーがそこにいる。記憶を封じ、辺境の政党に閉じ込めたというのに。調和神リーブラスのかけらたる、そのトリガーが、なぜそこにいるのだ。リーブラスのかけらだって。だが、召喚者である貴様を滅せれば、途中で気を抜くな。まだ戦いは終わっていないのだぞ。混沌の戦士でありながら最後まで邪魔をするか、ヴァイオレットよ。だがこれで終わりだ。そうはさせるかよ。ゾンティス、お待たせ、シアン。エリス、バイオレット様。そんな声を出すな、ノワル。私なら大丈夫だ。バイオレット様。動くのは無理そうですね。私たちはヴァイオレット様をお守りせねばならない。そちらは任せるぞ、シアン。笑わせてくれるな。人の身で神たる我を倒そうなど。エリス、ゾンティス、行けるか。もちろんよ。こっちも問題ない。神に逆らう愚かさをここで思い知るがいい。なんじらを消し去り、神々の戦いを仕切り直すとしよう。無にキスがよい。絶対に負けない。
何でも神々の思い通りになると思うな。ここで巨幻神イグメントを倒す。やっ、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 ここは任せてくれ。避け切れるか。ゾリア。ゾリア。ゾリア。避け切れる。ト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 。避け切れる。ト。やった。ト。ト。ト。やった。ト。ト。これが人の限界。ゾリア。ハト。いた。ハ。やっ、これだ。ゾリア。やっ、はっきりやってやるか。俺が行く。やっ、ゾリア。と、せ、やっ、さ、そ、やっ、やったな。避け切れる。やっ、せ、やっ、避け切れる。と、せ、やっ、何を調べよう。悪いな。やるか。助かったぜ。助かったぜ。これが神の力。避け切れるか。避け切れるかな。
やるか。ありありや。いた。はっ。たっ。やった。これが神の力だ。せっ。そりゃ。たっ。ほら。せっ。た。やった。そりゃ。はっ。よっと。はっ。いた。はっ。はっ。た。よっと。やるか。ありや。危なかった。何を調べよう。あり助かったぜ。避けきれる。よし、やるか。危なかったな。これが神の力で決める。助かったぜ。はっ、さあ、いた。ほら、さあ、いた。どうせ、よし、これで死ぬ。はっ、せえ、やっ、せっ、はっ、さあ、本気で行くぞ。よっと、ほら、いた。避けきれる。はっ、せっ、やっと。何を調べよう。ありや。これが神の力だ。おら、せっ、はっ、せっ、と、た、せっ、と、そりゃ、と、せっ、何を調べよう。助かったぜ。やっ、せっ、いた、と、いた、いた、せっ、せっ、せっ、はっ、やっ、た、た、た、かわったわ。何を調べよう。ありや。何を調べよう。やった。覚悟しろ。
任せてくれ。覚悟しな。受肉した身ではこれが限界か。人の身でありながらよくぞ我を倒した。こたびの神々の戦士が争うこともなかろう。だが人はいつか死ぬ。貴様らが死ねば神々は再び人に紋章を刻み、新たな神々の戦士を生み出すだけだ。人はこの神々の戦いという運命から逃れることは永遠にできぬ。つかの間の休息を謳歌するがよかろう。次の戦いに備えてな。結局、戦いを止めることはできないのね。一つだけ方法はあるよ。本当か？ああ、僕の力を使えばね。フラムの力？そういえばイグメントのやつ、フラムを調和神のかけらだって言ってたな。じゃあフラムはリーブラス様？調和神リーブラスの一部ってところだけどね。巨源神イグメントに言われてようやく全ての記憶を思い出したんだ。それで神々の戦いを止める方法って？それはね、ヴァイオレットの混沌の紋章を視野に移すんだ。できるのか、そんなことが？これでも僕は調和神の一部だからね。でも問題が一つだけある。紋章を刻まれた神々の戦士は神の力を宿しているも同然だ。いわば半神半人とでも言うべき存在なのさ。普通の人より長く生きるし、多少の怪我ならすぐ治る。そんな神々の戦士が紋章を二つも刻まれたらどうなると思う？人ではなくなる？正確には神、あるいは神に近い存在になる、だね。老いることも、死ぬこともほとんどなくなる。そうか。俺が生きている限り、紋章は消えない。だから、新しい神々の戦士は生まれない。シアンにそのような過酷な運命を背負わせるわけには。ならば私が。姉さんはシュタール王国の王女だ。それこそそんな運命に巻き込むわけにはいかない。それを言うならシアンだって王子だろう。今までいなかったんだ。問題はないさ。姉さんの紋章を俺に移してくれ、フラム。うん。
いいのか、姫様にも言っていたが、お前の親父さんだろ。まだ気持ちの整理がついていないのはわかるけど。いいんだ、俺には二人の父さんがいる。それだけでも幸せ者さ。それに挨拶なら他にもしなきゃいけない人たちがいるだろ。そうね、私もおばば様に報告しなければいけないし。なら俺も久しぶりに神殿へ戻るとするか。後始末ってもんが山ほどありそうなんでな。ああ、ザンティスには感謝してもしきれないな。水くせえことを言うなって。なあジョーちゃん。はいはい、そうね。でもザンティスが旧規制で本当に驚いたわ。今でも信じられないもの。俺ってまだ信用ないのかよ。まあまあ、じゃあウッドルースでまた会おう。陛下、ただいま戻りました。おお、バイオレット、よくぞ無事に。すべてはシアンの弟のおかげです。シアンはいかがした？もうしばらく旅を続けると王城に立ち寄るように言ったのですが。そうか、シアンには不憫なことをした。よう父と思うてはおらんだろうな。やがて時が来れば。ん？旅を終えて、やがて時が来れば王城にも顔を出すと申しておりました。それと父上によろしくと。父上、シアンがそう言ったのか。はい、確かに父さんと申しました。そうか、よう父と。まだお兄ちゃんの味には遠いか。どれどれ、味見させてもらおうかな。お兄ちゃん。ただいま、フィルン。ラムも元気だったのね。お兄ちゃんもちょっとたくましくなった。いろいろあったからな。お前だって成長したんじゃないか。うん、
どうかな。積もる話も山ほどあるんだ。食事をしながら聞いてもらえるかな。でも、元気そうでよかった。ああ。だけど、またすぐ旅に出ることになったんだ。え？そうなんだ。でも心配しないで。私なら平気。いつもすまない。フィルンには迷惑をかけてばかりだ。また時々顔見せてくれればいいから。ありがとう。それと、料理うまくなったな。ありがとう。じゃあ、出かけてくる。行ってらっしゃい、お兄ちゃん。Thank you.
待たせたな。ゆっくりしてもいいのに。あんまりゆっくりしていると決意が鈍るからな。名残惜しいか。ま、故郷だからな。だがすぐに帰ってこられるさ。この旧規制のザンティス様を信じろって。いい加減だけど意外と頼りになるからな。意外とってのは余計だ。すまないな。この紋章は俺の問題なのに。私言ったでしょ、紋章の運命なんて断ち切っちゃえばいいって。だからちゃんと最後まで付き合うわ。でもエリスが気にすることないさ。これは俺の意思で決めたんだから。そっか。じゃあ私も頑張って紋章を取り除く方法を探さなきゃ。こんな近くにリーブラス様がいるんだし、きっとそのご加護もあるはず。いや、だから一部だって言ってるじゃないか。まったくもう。それは諦めてください、フラム。思い込んだエリスを止めることは誰にもできません。やれやれ、これは先が思いやられるぜ。ザンティスにだけは言われたくないセリフだぞ、それは。こうして俺たちは新しい旅に出た。この旅がいつまで続くかわからない。エリスが言うような紋章の運命を断ち切る方法があるかも不明だ。巨幻神イグメントのように他の神々が介入してくるかもしれない。だがエリスやザンティス、そしてフラム、ウィズ、ライと一緒なら、あるいはそんな気持ちにさせてくれるから不思議だ。それに俺には待っていてくれる家族がいる。ウッドルースの町に、シュタール王国に。だから、ま、やるだけやってみるさ。これからもよろしくな、フラム。もちろんだよ、シアン。トリニティトリガー。よし、やるか。何を調べよう。